新潟交通のバス路線一覧新潟交通が運行する高速バス路線バス全路線についての一覧である。地域市会社の新潟交通観光バスが運行する路線については新潟市中心部を発着する路線バスのみ掲載した。新潟県県外高速バス路線図新潟側の出発地はモズ指定バスセンター及び新潟駅モズ口。 中央区中心部から国道7号を経由して、日本海東北自動車道、新潟亀田ラインターチェンジより、各方面へ向かう。北陸道、関越道方面の路線は、以前、中央区の中心市街地を大回りで経由する運行経路となっており、バスセンター、新潟駅から小町、新潟市役所、新潟県庁を経由して、国道8号オンライケインターチェンジより、 県外各方面へ向かっていたが、順次経路変更を実施し、2015年7月16日の、金沢線、長野線の経路変更をもって、全路線が栗の木バイパス、新潟亀田インターチェンジ経由となった。一方、万越道方面の藍津若松線と仙台線は1997年10月2日の万越道全線開通時から、 日本海東北道方面の山形線は2002年10月21日の経路変更時からこの経路で運行している。なお、発着地によって行き先側の県外バス各社と共同運行を行っている。北陸道、関越道方面、富山新潟線番越道、日本海東北道方面新潟県、県内高速バス路線図。県外線は別図三省。 複数の路線からなる体系的なネットワークが構成されている。全路線とも座席定員制であり、予約は不要である。運賃は現金のほか、全線で、新潟県内高速バス共通カードが使え、理、優と追加などの交通系、IC カードに対応している。新潟市側の発着地は、新潟駅、もずくちバスターミナル。 中央区中心部をめぐる経路で、万代指定、小町、新潟市役所、県立が、ん、センター、新潟病院、新潟県庁を経由して、万越自動車道、新潟中央インターチェンジより、各方面へ向かう。いずれの路線も平日ダイヤと土曜、休日ダイヤで運行時刻、本数がそれぞれ異なっている。以下は突起のない限り2020年4月1日時点での、 情報である。詳しくは図及び外部リンク、または路線ごとの記事があるものは各記事を参照。以下に示した路線のほかに、子会社の新潟交通観光バスが運行するものがある。北陸道、関越道方面、万越道方面県による県内高速バス支援2017年3月23日の新潟県の定例議会では、 県内面積の大きさと高速道路網が充実しており、一定の高速バス需要があるもの、利用者減により、過去4年間で県内高速バス路線の運行数減、廃止されたことから平成29年度の高速バス支援2883万円の予算を組んでいる。赤字補填としては、バス路線の収支率が90%以上の場合は、 一定の条件のもとで県と市町村が補助を折半し、県は最大年間500万円補助し、収支率が90%未満の場合は、県が補助額の4割を負担で、残額は市町村が支出する方針である。また、代替交通機関への補助金は、県、市町村が折半し、県は最大で年間750万円を3年間補助となっている。 新潟交通グループが運行する路線バスのうち新潟市中心部発着の路線にはアルファベット1桁と数字2桁からなる3桁の系統番号が付与されている。アルファベットは運行方面中1桁は路線番号下1桁は運行系統を表しており路線の全系統を表す路線番号は上2桁のみで表し 方面別のアルファベットごとにラインカラーが設定されている。詳細は以下の通りである。運行種別は各停留所に停車する確定をはじめ一部の停留所を通過する快速、区間快速一部の停留所を通過もしくはバイパス道路などを経由し、かつ中央区内の停留所でクローズドドアシステムを採用した急行のほか、 通常、新潟島の外を発着する、郊外路線を、新潟島の中心市街地まで乗り換えなしに直通する、ダイレクト便、通勤、通学の利便性確保のため、高等学校や主要施設の近隣まで直通する、モーニングライナーが設けられている。運賃生産方式は、空港リム人線や、新潟駅南口新潟競馬場間など、発着地間を直通する、臨時バスが、 前乗り前払い方式なのを除き、すべて、後ろ乗り後払い方式。新潟交通グループの IC カード、リ・ユートとスイカをはじめとする全国10種類の交通 IC カードは、市内中心部を発着するすべての定期路線と、郊外発着の一部路線で利用できる。ただし、路線バスの各種乗り継ぎ割引サービスは、リ・ユートのみが対象で、 それ以外の生産方法は対象外となっている。現金、スイカ等で中央区中心部等での乗り継ぎ時に適用されるち割60による直通運賃での生産を希望する場合は、新潟市が発行する乗り換え現金カードが別途必要となる。新潟交通が運行する全路線は GPS によるバスロケーションシステムに対応している。ただし、 新潟交通観光バスが運行するローカル線の一部と臨時路線は対応していない。一般路線バスのロケーションシステムは各路線の主要バス停のほか、新潟市と新潟交通がナビタイムのシステムを使用して運用している新潟新バスシステム時刻、運賃検索の案内サービスで確認できる。また、各路線の時刻、運賃は同サイトで検索できるほか、可表の 出店に記載した事業者ウェブサイトでも確認できる。以下の表では番号欄をクリックすることで各路線の概説へリンクできる。路線名にがついている路線は新潟駅前の降車場が東台2の路線。主に新潟島の中心市街地周辺を走る市内線。中央区の品野川右岸側を主に走る路線や高南区、秋葉区方面の路線である。 西区や南区方面の路線である。W7O の白根線の急行便に充当される車両動線は、子会社の新潟交通観光バスが担当する、東区や北区方面の路線である。新潟交通が運行する郊外各地発の路線と、免許センター線、佐渡機線線、空港リムジン線には、路線、系統番号は付与されていない。 いずれも運行本数は1から10本程度と番号付与路線と比べて少ない。下記のものは特に多い臨時バスであり、他にもイベントに応じて様々な臨時バスが運行される。新潟市中央区中心部を発着する一般路線バスにおいては、BRT 路線、バンダイ橋ラインの運行開始と既存路線の再編などを含む大規模なダイヤ改正を2015年9月5日に 実施し、新バスシステムを開業した。この際、既存路線では、発着地や経由地が大幅に変更され、系統番号も一新された。その開業以前の路線の情報を以下に記す。前景の新バスシステム開業前日の2015年9月4日、までは、下記の路線を運行していた。新潟駅、小町、新潟市役所などから、 市内中心部各方面に至る路線。ほとんどの路線が新潟市内近い区間内で運行されているが、山の河川、ガンセンター線、林港町線の山の下地内、中央巡環線の内市民病院方面、西巡環線の内西部営業所方面など、郊外区間へ乗り入れる、便、路線もある。新潟駅、万代指定バスセンター、小町、新潟市役所から、 新潟市郊外及び近郊市長各方面に至る路線。路線網が市内中心部から放射状に伸びているため、東央項目では、系統番号順ではなく、方面別に北東側から南西側へ順に列記する。なお郊外線の小町行きは路線によって行き先が異なるため、注意が必要である。市内中心部の詳細な運行経路は、各路線の付記を参照。 商品が渡る方面国道113号、指導山の下東港線を軸に、新潟市北東部に至る路線。新潟空港、新潟競馬場方面への路線がある。空港線のうちエアポートリムジンは、新潟駅南口と新潟空港をノンストップで結ぶ。下木戸、1日市方面新潟県道3号、新潟柴田村上線を軸に、新潟市東部。 柴田市方面に至る路線。牡丹山方面、新潟県道3号、新潟柴田、村上線の南側を走る指導、新潟県道4号、新潟港横越線を経由して、新潟市東部に至る路線。石山、亀田方面国道49号と新潟県道5号、新潟新津線を軸に、新潟市南東部、阿賀野市方面に至る路線。横越方面へは、 亀田駅からの乗り換え利用も多い。また、京ヶ瀬営業所管内の一部路線でも、系統表示が行われている。女池、長方方面新潟県道51号、新潟黒崎インター、笹口線、新潟県道164号白山停車場女池線、指導紫鳥線、弁天線を軸に、新潟市南部に至る路線。鳥屋の方南部の鳥屋の方公園。 新潟県スポーツ公園、新潟市産業振興センター、新潟勤労者総合福祉センター、新潟市民病院へは、新潟駅南口から、ユーとリンク、市民病院線に乗車。鳥屋の方面新潟県道1号新潟コスド3、乗船、新潟県道2号新潟寺り線を軸に、新潟市南部に至る路線。全4路線を系統が運行されている。 鳥屋の線は依然バスセンター発着で、市中心部南高校前間は、往路がコスド線経由、袋は昭和大橋、マサヤ工事経由となっていた。2007年11月1日から、オムニバスタウン事業の一環で、新潟駅前発着となり、経路も、往路、袋とも、マサヤ工事経由に統一化された。その木団地内の循環経路は、 2010年7月1日から半時計回りに変更された。これは終点のその目ニュータウンバス停周辺に、新潟交通が所有していた土地が売却され、指導上のバス米が撤去されるのに伴う措置である。王の白根方面国道8号、新潟県道42号新潟黒崎インター線を軸に新潟市南西部に至る路線。三方線の2系統は、 以前、新潟交通電車線の沿線だった区間の輸送を担う。国道8号方面の王の白根線の各路線は以前バスセンター発着で、往路は白根線の急行が東港線経由、平島方面系統が八千代橋、梶工事、川岸町通経由、袋は急行が昭和大橋、正谷工事経由、平島方面系統が白山通り、 マサヤ工事経由となっていた。王の白根線が新潟駅前発着に変更されたのは、急行が社会実験により2006年10月1日から、その他の平島方面系統は、オムニバスタウン事業の一環で2007年11月1日から、また同日から全路線往路、袋ともマサヤ工事経由に統一化された。なお、市役所前異性は、急行が、 昭和大橋、経由、平島方面系統が白山通り経由となっている。また片東、京ヶ瀬両営業所管内の路線のうち、新一駅発着の路線についても、系統表示が行われていた。内野、小針方面国道116号、新潟市道、ソワインター信濃町線、国道402号、新潟県道16号新潟カメラ内野線。 指導大堀線などを軸に、新潟市西部に至る路線。新潟大学方面も含まれる。交絡イベント開催などに合わせて運行される、臨時路線。新潟市のバス路線網は、新潟市中心部を起点として放射状に構成。市内中心部の都市構造の関係上、新潟駅周辺を南北に縦貫する路線は1路線のみで、郊外から。 市内中心部を経由して郊外へ至る路線は、ごく少ない。また、郊外の交通拠点から郊外各方面へ至る路線も少なく、運行本数も少ない。また、新潟市中心部のバス発着地は大きく分けて4カ所、あり、市内線の多くと、西区、南区、江南区、そのも両川地区、秋葉区小須戸地区方面への路線は、新潟駅、モ津口、 中央区南地区、山形地区方面への路線は、新潟駅南口、東区、北区、柴田市、江南区亀田、横茂市地区、秋葉区新津地区方面への路線は、モズ指定バスセンター、小町、市役所前の3カ所から発着している。この内バスセンター始発の路線は、往路と袋で、経由地や行き先が異なっており、袋のほとんどの便の行き先は、小町となっていた。 これは小町への通勤、買い物客の輸送手段を確保するという大きな目的があることによる。またバスセンター、小町、市役所前発着の路線は新潟駅を経由しないため、駅の敷地内で直接乗り換えることはできないが、モズ口から徒歩5分前後の県内にほぼ全路線の停留所があり、乗り継ぎ客はそれらバス停を利用することになっていた。 市内中心部の中でも特にバスの運行本数が多いのが新潟駅、モズ口モズ指定小町間。バスは市内線、郊外線ともこの区間に集中して運行されていた。なお、郊外線の古町港は第4銀行本店前、新潟三越前、東堀通り、新津や工事など路線によって交車場が複数あり、注意が必要であった。しかし一方、 このように、市内中心部のバスの発着地、経営地が全く統一されていないことから、どこから、どのバスに乗れば、どこへ行けるのかが全くわからない。行きは小町まで直接行けるが、帰りはわざわざ、バスセンターまで歩くか、バスを乗り換えるかしなければならない。路線構成がややこしく、慣れないと乗りづらいという意見が多く、特に多市町村や他県からの観光客、買い物客や、進学、 転勤などで、新潟市周辺に移住した利用者は、他都市ではあまり例のない路線構成や、運行体制の煩雑さに戸惑うことが多いと言われていた。こうした問題などから、新潟市は、新潟交通グループ、新潟県警察などと共同で、オムニバスタウン指定に向けた準備作業を進め、2007年6月4日に、国土交通省から指定を受けた。 今後2011年までの5カ年計画でこれらの問題を改善する施策を実施する予定とした。2015年9月5日の新バスシステム開業ではこれらの問題の大部分が解決されることになった。ありがとうございます。